郷田正隆は、将棋騎士。騎士番号は195。東京都練馬区出身。大友昇る球団門下。いわゆる、ハブ世代の一人。寸大学園中学校、高等学校卒業。3歳の頃に、将棋好きな父から将棋を教わる。小学校6年生だった1982年12月、奨励会に6級で入会するも、当初は、 成績不振で、一時は7級に高級した。しかしその後は、順調に昇級を重ね、入会から2年半で、初段昇段。1985年12月に2段に昇段するが、翌年に高校に入学すると、あまり将棋の勉強をしなかったということで一時成績が低迷する。本人によれば、この時期に初恋を経験するなど、 プライベートでいろいろ出来事があったという。三段リーグに入ったのは1988年。以来、時点、5位、5位と高成績を3期続け、ついに4期目に14勝4敗で2位の成績を収めて、19歳でプロデビューを果たす。同学年の羽生義晴が、すでに初の竜王位についていた頃のことであった。デビュー後は1年目の1990年度から、 活躍を見せる。第57期規制戦では、破竹の勢いで勝ち上がり、本戦の決勝まで進出。年度の全成績でも40勝14敗と、大幅に勝ち越した。1991年度は、本戦シードを得た第58期規制戦で、再び本戦決勝まで勝ち上がるが、南法一王将に敗北。第32期王位戦では、大入りぐいりを果たすと、 4勝1敗で、白組のプレイオフに進出した。プロ3年目の1992年度でついに、タイトルに挑戦する。3度の挑戦となったが、相手はすべて谷川康二であった。内大王戦7番勝負で谷川を4勝2敗で、破り、初のタイトル獲得。順位戦 C 級2組、在籍4段でのタイトル獲得は、史上初であり、 唯一の四段でのタイトル獲得者である。なお、その後、商談規定が改正され、四段のままタイトルを獲得することは不可能となっている。また、プロデビューから2年5ヶ月での初タイトルダッシュは、屋敷のブに次歴代2位である。これらの成績により、本年度の将棋大賞の主勲賞と、新人賞を同時受賞。順位戦では、 第51期の C 級2組で9勝1敗の成績を収め、1位で C 級1組への昇級を決めた。1993から1995年度の大井戦は、ハブ義晴との3年連続同一カードとなったが、いずれも防衛、ダッシュはならなかった。1993から1995年、日本シリーズで3連覇を達成。 なお、この棋戦は、タイトル獲得者や、順位戦の上位者などの一握りの棋士だけが参加できる棋戦であるが、大石室間後の1994から1996年も、前回優勝者として、出場資格が与えられた。第43期王将戦では、初の王将リグ入りを果たすと、4勝2敗で残留に、成功した。翌年度には5勝1敗で、 プレイオフに進出したが、ハブヨシハルに敗れた。1994年度は52勝19敗の成績で、将棋大賞の最多勝利賞と、最多対局賞を初受賞。この年度では、竜王戦で5組に昇級、新人王戦で準優勝等の成績も収めている。1995年度は、第54期位戦の C 級1組で8勝2敗と、 なり、1位で、B 級2組へ昇級。第8期竜王戦では5組ランキング戦で、準優勝し、4組に昇級。1997年度の、早指し将棋選手権戦で、決勝でハブを破り優勝。超高派は、早指しでも強いということを、前期の日本シリーズに続き実証した。同年度、第23期期王戦で、ハブに挑戦。 一勝三敗で敗れる。この年度は、将棋大賞の記録四部門のうちの三つと、関東賞を受賞する。1998年、規制戦五番勝負で、屋敷、信行を破り、規制位を奪取。翌年、谷川浩二に奪われる。1999年4月、永久八段となる。しかし、初の永久順位戦では三勝六敗と八位の島。 アキラ八段と同成績ながら順位差で残留できず、一気で A 級から陥落する。翌期の B 級一組では、時点で昇級を逃し、さらに次の B 級一組で A 級に復帰。ところが、二度目の A 級も4勝5敗と検討するも、順位差で9位となり一気で高級し、翌期に B 級一組で時点、その次で A 級昇級という。 三年一組の全く同じパターンとなった。第49回 NHK 杯戦で決勝進出するが、鈴木大輔に敗れて、準優勝。2001年8月2日、規制戦五番勝負最終局でハブを破り、規制に福いタイトル通算三期となり9打に昇段した。規制位は、翌年、佐藤康光に奪われる。 三度目の A 級順位戦で5勝4敗と勝ち越し、ようやく A 級初残留をする。2006年度 A 級順位戦で圧倒的な強さを見せ、八回戦で勝利した時点で最終9回戦を待たずして初の名人挑戦を決めた。対局終了の後、その日の朝に父が死去していたことを知らされる。大事な一戦の最中に、 余計な心配をかけたくないという家族の意向であった。森内と之との第65期名人戦七番勝負は3勝4敗で敗退。同年度第1回ネット将棋最強戦において決勝で丸山忠久球団を破り初代王者に輝く。口述にあるように将棋の研究などにパソコンを利用することに否定的な強打が 1> 第1回の優勝者となったことは、話題となった。2008年度の A 級順位戦を制し、2009年、自身2度目となる名人戦をハブと戦う。2勝2敗で迎えた第5局は、初の名人戦開催には、く秋田市で行われたが、合田は単独の旅程で、宮城県により、師匠の大友の墓参りをしてから秋田に向かった。この1局に勝ち、3勝2敗で、 名人獲得に、あと一勝とした。しかし、残り2を落とし敗退した。2011年度、第37期期王戦でトーナメントを勝ち上がり、本戦優勝者として挑戦者、決定2番勝負に進出する。2番勝負の相手は、本戦決勝でも戦った、広瀬昭人であった。ー田は、第1局を落としたものの、第2局に勝利し、 14年ぶりの起用挑戦を決める。そして久保敏明との5番勝負を3勝1敗で制し、初の起用獲得。2001年度以来10年ぶりにタイトル保持者となる。しかし翌年に渡辺明に敗れ、再び無冠に転落。2012年度は NHK 杯で2004年度以来となるベスト4入り。この年度が最後となった大和証券杯では、 佐藤康光に敗れて、準優勝。2013年度は NHK 敗戦を勝ち上がり、決勝では丸山忠久を下して初優勝を飾った。なおタイトル戦の挑戦者決定戦にも3度、登場するという活躍も見せたが、こちらはすべて敗退している。2014年度、第64期王将戦の挑戦者、決定リーグ戦で1位体となり、 ハブとの挑戦者決定戦を行い勝利、渡辺明王将への挑戦権を得る。七番勝負では、第二局で頓死するなどに連敗スタートだったが、その後に連勝して追いつき、最終的に4勝3敗で生死初の王将を獲得した。44歳での初王将は、最年長記録である。2015年度、第一期、明王戦において、 本戦 A ブロックを勝ち上がり決勝3番勝負に進出したが山崎隆之八段に0から2で敗れ順位優勝となった第65期王将戦では挑戦者のハブを4勝2敗で退けて自身初のタイトル防衛となった2016年度第66期王将戦では久保俊明九段が挑戦者となった7番勝負は4勝2敗で 久保が制止、合田は二機で、王将位を明け渡すことになった。喫水の異筆者等。稀に、陽動ぶり飛車を採用することもある。妥協せず、また、踏み込みの良い直線的な攻め合いをする豪直な、差し回しであり、格調高い本筋の寄付と評される。後手番の時、二手目で角道を開ける三四歩よりも、飛車先の歩を伸ばす八四歩と刺すことが多い。 また、三四歩と刺すにしても、あと哲害一手損角代わりではなく、横取りなどの戦形に誘導する。これに監視本人は、あと哲害一手損角代わりは嫌いと発言している。しかし、2012年3月2日、A 級順位戦最終局の対波入戦において、一手損角代わりを、初採用し、周囲を驚かせた。序盤から長考することが多いが、 持ち時間の少ない早指し将棋や、残り時間のない秒読みの戦いにも強い。これに関しては、加藤一文との類似性がある。郷田自身は、加藤先生ご自身もおっしゃっていますが、長考して、当たり前の手を指すというところも似ていますね。自分で言うのもなんだけど、長考派というのは、手がよく見えるんですよ。いい手が見えなくて困っているというわけではなく、 見えすぎて選択肢が多いから、時間を使っているんです。読まなくても良さそうな手を拾い上げて、どの手がベストか考えているのですね、と語っている。大友文化の騎士は二人で、唯一の兄弟弟子は、森慶二である。1992年に、史上初の四段でのタイトルとなる王位を獲得する。デビュー当時、将棋雑誌において、合大四段のような二枚目騎士がきっかけで、 女性ファンの拡大につながれば、などの記事がある。また、1995年からはメガネをかけてイメージチェンジした。パソコンやメールなどを用いた研究や情報交換には否定的無関心であるとされる。寄付データベースの利用についても、将棋会館に行けば寄付はいくらでも参照できるとする。さらには、2007年第65期名人戦に、 挑戦した、際の将棋世界史インタビューでは、コンピュータ将棋の発展についても、批判的な意見を述べた。そのため、前述にあるように、ネット将棋、最強戦で、第1回の優勝者となったことは、話題となった。その一方で、ー田は、優勝の副将で、パソコンがもらえる件について、まだ手元に届いてはいないのですけど、これからやってみようと思っています。 いよいよデビューですね。とコメントしたりもしているが、2012年現在もパソコンには触れていないとコメントしている。森内名人と戦った第65期名人戦の第1局1日目の午後、森内の鉄外の時に、合田が扇子を開け閉じして音を鳴らしたため、森内が苦情を訴えた。立ち会い人の中村おらが対応に追われ、 約30分間対局が中断した。この一局では合田が逆転勝利している。第28回日本シリーズ2回戦の対佐藤康光戦で2歩を打ち、自信初の反則負けとなる。日本シリーズでは9年後の第37回の2回戦対佐藤天彦戦でも2歩で敗れており、一般公開の公式対局で2度反則で、 敗れるという経験をしてしまった。第65回 NHK 杯将棋トーナメントにおける広瀬昭人八段との対局で刺した後に何回も駒を揃える仕草を行い、時には広瀬八段の秒読み10秒近くまで盤上の駒揃えを行い続けてマナー違反ではと指摘を受けた。第23期竜王ランキング戦一組一回戦にて、 寝坊により森内俊之球団との対局開始時間に間に合わず、規定時間も過ぎたため、不先輩となり、対局料の不支払い、竜王戦月額手当年額の半分返納、1日ボランティア活動という厳しい処分を受ける。敗者復活戦である5位決定戦に回りそこを勝ち抜いたが、本戦で、久保俊明二冠に敗れた。第70期ジョニー戦。 2011年度の1回戦、渡辺明との対局で、角代わり腰掛け銀の戦後両形から、先手の渡辺が、富岡流を用いた。後手の合田は、先手必勝の変化に飛び込み、終局まで100%定石通りの手を指して、投了した。乾燥戦で定石だと告げられた合田は、定石ですか、そうですか、と落胆した。 将棋世界2012年6月号に掲載されたインタビューの中でスポーツ観戦や映画鑑賞が趣味であることを明かしている。特にプロレスが好きで観戦歴は35年を超えるという。幼少時は全日本プロレス派だったとのことで小橋健太についてはデビュー時から引退試合まで見ていると語っている。近年は将棋好きで知られる田口隆介と 将棋世界2014年4月号で対談を行ったのを機に交流が続いている。若い頃はビリヤードを趣味としていた。ビリヤードは高校時代に始めたもので腕前は本人曰く将棋の気力で言うと天に球くらい。2016年8月27日8歳年下の一般女性と入籍。商談規定は将棋の段級を参照。 竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。本校 OB 合田球団が、企用ダッシュ寸大学園中学校、高等学校2012年3月27日、平成10年度版、将棋年間1985年のハブ世代、将棋ペンクラブログ2014年7月30日、商談規定。日本将棋連盟。 2019年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月12日閲覧。この B 級一組順位戦では、合田は終盤に2連敗、藤井武史竜王が2連勝したため、B 級一組に昇級したばかりの藤井が大逆転で、初の A 級入りを果たした。第72期規制戦挑戦者決定トーナメント、5番勝負。 第73期規制戦挑戦者決定トーナメント5番勝負第64期名人戦順位戦7番勝負 A 級第65期名人戦順位戦7番勝負 A 級第1回大和証券ハイネット将棋最強戦第67期名人戦順位戦7番勝負 A 級第37期起用戦挑戦者決定トーナメント5番勝負 ゴ田正隆九9段、NHK 杯初優勝。矢内女流5段は、司会を卒業、NHK テキストビュー2014年5月2日、将棋世界2014年6月号、P146 ゴーによる NHK 杯戦決勝の次戦期。なお挑戦者決定戦での3度もの敗退と、NHK 杯戦の優勝について、ゴ田は、たまには、いいこともないとね。 と表している。王将戦中継ブログ、王将戦中継ブログ、久保九段が七番勝負制すほか、奨励会入会の頃は、風車戦法を多用していた。将棋世界1997年7月号付録前棋士出題思い出の一手、パートに、本人解説よりハット NHK イテレビ、将棋トーナメントで対局者として出演した時の、感想戦で発言。 また、それから数年後、2009年度の竜王戦、第二局で、立会人を務めた、蔡の前夜祭りでも発言している、竜王戦中継プラス2009年10月27日の記事。騎士が読み解く、夏の12番勝負参加つまた清和文春、オンライン2021年9月12日1990年度、NHK 将棋講座8月号、編集記事より、 将棋マガジン1995年9月号 http コロンスラッシュスラッシュ www.spopre.com スラッシュ shogi スラッシュ070919スラッシュ 01.html ニコニコ生放送第70期名人戦第5局1日目の大盤解説より日本将棋連盟の規定では遅刻時間の3倍の時間を持ち時間から引き それにより持ち時間がなくなった場合は、不戦敗となる。ゴーダ・マサタカ企業のプロレス将棋ペンクラブログ2012年5月3日、ゴーダ9段、プロレスを語るニコニコ動画ゴーダ新王賞は、プロレスファン新日両国大会観戦で、大喜びスポーツ日本2015年4月6日、ゴーダ・マサタカ規聖、腕前は、将棋の気力で言うと、あま二級くらいですから、 将棋ペンクラブログ2015年1月12日。将棋界最後の大物独身、ゴーダ王将が結婚。大島優子に8歳下女性と、スポニチアネックス。 http://www.sponi.co.jp/.society/.news/.2016/.09/.01/.kiji/.k2016-09-01013271490.html2016 年9月1日閲覧。ゴー正隆九段600章を達成。 合田正隆王将、800勝達成。ありがとうございます。